天神、または供養者像ザジーニアスウィズフラワーズ、ジーニアスホールディングフラワーズシックイニから3世紀、クシャーナ朝、あるいはクシャノサーサーアン朝ア本来は主たる存像が存在し、この像はそれを取り囲む形で配置されていたと考えられている。ギメ東洋美術館像ハッタは、アフガニスタン東部のナンガルハール州、ジャララバード市から南方10キロにある個体。 ガンダーラ地域のギリシャ風仏教遺跡。ハッタでは1930年から1970年の間に粘土と石膏を含む約2万3000点のギリシャ風仏教彫刻が発掘された。これらは仏教とギリシャ美術の要素がほぼ完璧なヘレニズム様式で組み合わされていた。菩薩とチャンディ5世紀工芸品の様式は 紀元前2世紀から1世紀の後期ヘレニズムの典型的なものであるが、ハッタの彫刻は通常、紀元1世紀以降のものである。このフィッチはこの地域で数世紀にわたり、後期ヘレニズム様式が保存されてきたことによって説明できる。しかし、実際には工芸品がヘレニズム時代後期に制作された可能性もある。これらの彫刻のふるさと、 制作者たちがギリシャ彫刻のあらゆる面に精通していることを示す技術的洗練度からギリシャ人の集団がこれらに直接関与していたこと、そしてインドギリシア様式の初期仏教美術の発祥地かも知れないことが示唆されている。ハッタの多くの作品の様式は非常にヘレニズム的であり、ギリシャのバ採サイにあるアポロ神殿で発見された彫刻と比較することができる。 ハッタという地名はサンスクリットのホダ、または記録にない絵だか、骨のに由来する。前者は後に北インド方言ハドを生んだ。後者は自然にホダに語形変化したもので、ハッタにはフツシャリがあるという信仰を反映したものであろう。パシュトウ語ハドはホダの語の借用であるとされている。その地域のイスラム以前の言語的影響を反映しているのかもしれない。 タパイ・ショターの発大遺跡から発掘された彫刻群はヘレニズム的なコルネコピアを持ったヘラクレスとう形に囲まれたブッダを表している。ギリシャ的でないものといえばヘラクレスの持つコンボが宗根後神の持つ稲妻になっていることである。現代のパリ、ギメ東洋美術館で開催されたジニー英雄フルールのような顕著にヘレニズム的な様式を示した仏像が発掘されている。 現存する最古の仏教写本、現存する最古のインド写本は、発達周辺で発見されたと考えられている。おそらく紀元一世紀頃に完成したものと思われるが、これらは、ガンダーラ語とカローシティ文字で書かれたもので、土器から発見された。ガンダーラを支配し、シルクロードを経て、中央アジア、東アジアに仏教を広める上で、大きな役割を果たした、節一彩ウブの、 長らく途絶えていた経典の一部である。現物は現在、大英図書館に所蔵されている。破壊石は、アフガニスタン内戦中のソ連軍との戦闘でほぼ、完全に破壊されたと言われている。内戦で失われた、美術品も多い。最悪だったのは、失われた2体の巨像である。バーミヤンの赤い山系には、かつて2つの巨大な魔害物が存在していたが、その上には、 考古学的に重要な小さな構造物もあった。この2体の大きな仏像は紀元前を6世紀にまで遡るもので当時最大規模のものであった。これらの像は今や残骸のみが残されている。ありがとうございます。